「人が暗らって
3回生の笠原さんがよかったらどんがりに入らないかと声をかけてくれたから、僕はこのどんがりに入ることができました。で、その言葉がなかったらこんな素敵なサークルに出会うこともなかったし、バンドに出会うこともなかったです。で、さっきもまあバンドで遅れたっていう話が中川からあったんですけど、ほんまにそういうアホなとこ僕は多いんですけど、
無責任でめっちゃそこの3人に迷惑かけてばっかりなんですけど、でもほんまに感謝ばっかりしかしてなくて、もちろんそうなんですけどね、うん、で昨日泣きながら、昨日、一昨日か、泣きながら伊佐子さんも教えてくれて、あの3人ともキレてたけど、それでもお前の歌で演奏したいって言ってくれて、ほんまにそれが嬉しくて、僕自身も和食でやってる、演奏してる時間がもう何してる時よりも幸せなんで、ほんと飯食ってる時よりも寝てる時よりも幸せでたまらないんで、あと1年あるけど、あと1年間この和食で、いい演奏できたなと思ってます。矢川は違うんです。矢川は矢川馬だったんです。で最後、今からやる曲は青い春っていう曲なんですけど、サビの部分、みんなが歌えるところがあるんで、知ってる人がいたら一緒に大声出して歌ってほしいです。で、3回生が出会ったのも、僕らが出会ったのも絶対あの青い春やったはずです。聴いてください、スーパービバで青い春。